いやー、あ,のあと20分か。20分でサクッとできるゲーム。こういう時のために用意しておくべきだった。岩 <laughs> お前はどんだけ好きなんだ <laughs> 違うでしょ君が岩ーを求めるのは、岩ーに入ってくる廃人のツツタンが見たいからでしょ今コメントにツツタンがいるんだったら、僕も考えるよ。 で、いないって忙しいって仕事行ってるって休みじゃないって今日いやワンチャン今いて、いる、入ってくるんだったら僕も軌道を考えるよで、いないって間違いなくこの前もいなかったからちょっと席室で。いないいないいないいるんかい 待て待て待て、じゃあさ、じゃあ、じゃあこうしよう。一回さ、つつ、わかった、岩わげやるから、つつのレベルを、ギャンブルしよう。つつ今、それ言わないで。えっと、以前入った時には、僕の記憶では、それでも1ヶ月ぐらい前だから、2万2000レベルだったはず。それから、約1ヶ月経った今日、つつのレベルが、3万超えてるか超えてないかで書けないか。どうだ どう皆さん。1ヶ月前の情報だけは公平に共有しようよ。2万、3万以上か、3万いってないからかけようぜ。実はもう今言っちゃダメだよ。それ言っちゃダメ。えー、予想始しよう。どっちだいや、かまけてやってない可能性もあるよ。 あん時だけ上げてて、実はそこまでやってなかった。筒の岩レベルは3万以上かで。はい、いいえで。えー、っと、投票区間2分で。どうぞ。いや、筒は書けない。それダメだわ。自分で書けたら価値分かっちゃうから。インサイダー取引は不正だからダメだ。 筒,筒はかけるの禁止だよ僕は起動するから待ってね検索えーっと岩毛毎回消えてるな岩のゲームロックシミュレーターだよねロックシミュレーターあそっかアカウントが違うアカウントなんだこれかけてないでしょ本人よし 信じるも何もな。<laughs> 信じるも何もめっちゃ割れてる。半分半分だ。だって本人かけてないし、別にやってもやらなくてもね、何を信じられてるのか。困るよな、信じられても。え、3万を超えてることを信じてるってこと多分一回放送に出たから満足して放置してんじゃない。<laughs> <laughs> 現実的なことを言うと僕はいい絵だと思いますけどね。一、まあ、回放送に出たからもういっかっつって、その後は別芸にかまけてて、今一生懸命2万2000レベルから、もう最後の抵抗で3レベルぐらい上げてる。あたりが関の山では。<laughs> 夢のないことを言ってしまうと、その辺では。それを君たちは裏切られたと思うかどうかは、さておき。2分経った ちょうど割れたわこんな割れる予想あるほんと割れてる 50%50% 50に近いむしろ家の方が増えてきたまでほんとに真ん中で割ったすご生活に組み込まれてる果たしてそうかな何を信じるかは君に任せるが えー、ロックシミュレーターオッケー <laughs> もうみんな予想しきれてないってことかオッケーえーと音が一応出すよ出てるまあちっちゃいけどいいか 入ってこなかったらどうしよう。<laughs> 入ってこなかった場合を決めとくか。筒に会えなくてレベルがわからなかった場合。もしくはコメントにいた筒が本人じゃなかった場合。その場合は、いいえ、勝ちにします。その場合は、いいえ。ギャンブルなしにできないはずだから、いいえで。 一応まあ会えるように最大限努力はするえじゃあホストするよえー、雪で立てますか坂で坂ズルームでねえー、じゃあセッション開始でどうなんだ気になる来 <laughs> <laughs> たか ああいいとこまで行ってたね。28,656レベル。残念 !3 万超えてませんでした僕の読みもいいとこ行ってたんだな。3万超えてませんでしたうわああとちょっとだったレベルは6000ぐらい上がってはいた。上がってはいたが、つつ、3万届かず。 どっちの予想が多かったのどれどれ,どれ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 え、予想としてはなになに <laughs> !6000 上げてきたのはすごい。素晴らしかった。しかし残念えーと、予想の回、本当に50-50で分かれたの ?25 万8000対26万で 50%50% 50ちょうど分かれたね。じゃあ、オッツは2倍なんだ。 答えはいいえ何やってんだよ坂本って僕のあれじゃないの賭けの設定ポイント凄まじく正しかったってことじゃないの2万8000だよレベル最強のだか賭けポイントとしてはこれ以上なくないこれは4万とかでもまだバランスおかしいわけでしょ3万 完璧なポイントだ。まあ、筒を恨むところではないよな。うん。勝った人ももちろんいるんだし、筒を恨んではいけない。う,うおぉレベル上がってるね !1 万レベル。筒を追いかけている、猛者も。私のレベルは66です。もっかいって言っても、もう賭けの対象がな。 いや、あの、つつね、えっ、ー、と、別に、これプレッシャーに思わなくていいから。え、もう、大丈夫、もうかけないから。なんかこれを気にやんで、みんな申し訳ないって感じで、今日から連日、岩毛を起動する中れ。起動しないで。むしろ。プレッシャーかけたくないから。大丈夫、もうかけないから。どうしよう、次5万レベルとかになったら、切れて。<laughs> 次からもう延々起動してたらどうしよう。 実は悪くない。坂本が悪い。悪くないって。僕もつつも。三万で、三万でちょうどよかったんだって。